関係がある。これってはなんていうか日本のインドから来てる鶏です。あ、じゃあジンジャーエール久しぶり。じゃあ、あれ初めて飲んだけど結構美味しい。これなんで作ろうと思ったんですか？もともと鶏に服を着てる文化はあのアメリカとかであるんですけど、はい、あの毛をむしられないように、はい、でそれを着物で作ったら海外の人に買ってもらえるかなと思って、日本では需要はないと思うんですけど。そうなんですか？海外では結構あるみたいなので。実際売れてるんですか？売れてません。最近やりだしたばっかりで。簡単です。でもこの鶏がすごい可愛い。もうだから着物を売るよりもインスタで写真上げるっていうのがなんか趣味みたいになって。これ何歳くらいですか？これは3年目ぐらいです。なんでまた鶏を飼おうと？卵からまずウコッケを返したんですけど、全部オスだったんですよ。はい。でももうそのオスやったけど鶏の魅力に取りつかれて、今度はメスを飼いに行こうと思ってメスを飼って。あ、それは卵からじゃなくて？なくて、卵からだとどっちが出てくるかちょっとわからないので。メスって分かってる鶏を。めっちゃあ、すごい、びっくりした。